皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのガネになります本日の卓球知恵袋のテーマはこちらになります本日のテーマなんですけど揺れるドライブの打ち方になりますまあ、粒高なんで揺れるプッシュとか結構される方は多いんですけど結構できない人も中にはいるんで今日は揺れるドライブの打ち方になりますまず一つ目のポイントなんですけど 体に引きつけてドライブを打つなんで体に引きつけて打つのかっていうとその相手の回転がやっぱり一番か,かってるのを引きつけた方がかかるんで普段粒つぶたかの選手は前でトトンって言って回転の少ないところで捉えるっていうのが一応セオリーにはなってるんですけどその 引きつけることによって回転がいっぱい相手のサーブとかが台から出てきたのとかもかかってるからそれを引きつけて打つことによってその相手の回転がいっぱい残って揺れるっていうので引きつけて打つのがポイントになります。 2つ目のポイントなんですけど2つ目のポイントは真上に打つその前にこう押しながらドライブするのではなく真上にに打つっていうのがポイントにな,りますなぜ真上に打つかというと前に振ってしまうことによって前に飛んでいく力がボールに伝わってしまうんであんまり揺れなくなるんですよ。 真上に振った方が球が遅くなるんですけど球が遅くなった分揺れとか回転とかがあのそのまま残って変える形になります。三三つつ目目ののポポイイイインンンントトななんですすけどつ目のポイントは使使ううタタミミググにりまということでどういうタイミングで使うかっていうと相手がサーブで横回転の順回転の横回転とかを出してきた時とか。 その巻き込みのサーブを出してきた時とかにピンンポイントでやっっぱり使っていいいいくのがいいと思いますそのラリー中ではやっぱり下回転とか上回転とかナックルとかこういう展開がすごく多いんでこういうその上とか下とかナックルとかのボールにそのこの揺れるドライブの打ち方で打っても。 ああままり効果的でではなないいいうかあんまり揺れないんで試してもらって分かると思うんですけど全然あんまり揺れることはないんでそういう横回転が入ったボールとか自分がサーブで横回転をしっかり入れたっていうタイミングでそこからその球が飛んできたからそれを揺れるドライブで打つとかでしたら結構効果的なんですけどだ使うタイミングを結構注意して使ってもらえればいいと思いますプレー動画の方こちらになります。